はい、スイです。あれからね、レジ、夜になってできたことといえば、ベッドを作ることだけ。ベッドを作ることはできません。床はね、もう張ってたんで、すでに。その屋根だけ壊して、ベッド作って、ここの道だけ作って、なんとかね、寝れるとこまで持ってきました。おっと、飛んでる。なるほどね。あ、こう寝るね。オッケー。なんで、まあ、いいでしょう。ああ、結構ダメだ。宗教活動さ、ダメなんかな？ 2 個しかないから、信念が。でも俺、いつもと同じ、フリーだから、フリー。もうちょっと早く寝てもいいんだけどね、これね。まあ、睡眠時間足りてるだ、っぽいからあれだけどね。何やってもいい、いつでも。基本仕事するけど、食べたくなったら食べる。ね。遊びたくなったら遊ぶ。自由にしてくれや。これがホワイト企業よ。っていう形で。やってけ。やっぱ遠いからみんな、意外と、あ、ここで来るやつもたまにいるね。よしよし、でもね、いい感じですね。見てこれ、ほら。散らかり放題。まあ、ここ解体したのもあるけど。すげえ、何これ。ちょっと、自然にできちゃってるのがさ、あれだね。ちょっと、困るね。赤すぐりだとさ、何回でも収穫できるのはいいんだけど、なんか、すぐの邪魔になりませんか？大丈夫ですか？って感じだね。仕事的には、ジェバーさんはね、基本はね、運搬をメインにしてもらうことにします。で、運搬ないときに、植物系高かったから、植物系をやってもらおうかなって感じ。で、もうね、そうやらねえからね、対価が消しました。ゼロにしました。で、これで結構片付くんじゃないかな。常に片付け、運搬する人が一人いるってことだから、ちょっとジェバーさん。ダメか。聞いたらダメなんだ。ジェバーさんについてきたかったらこの画面か。うやー、熱波来ちゃったね。あ、熱波来たからちょうどいい。ちょっともうちょっと暑くなったら見ようか。上がってる上がってる。これ以上はね、下がらん。さて、こん中。3.3 度、熱波が来ても耐えられる。すげえな。ジャクナさん、これ、いい加減棚欲しいんですけど。お前もさ、いい加減棚作れや。熱波来てもこの中耐えられるんだったらさ、すごくね。余裕ですよ、余裕。まあ、氷があったっていうのはもしかしたらあんのかな。ね。でも熱波来ても余裕で耐えてるから。よし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 、来たね。時代が来たよ。我々に、時代がついてきた。で、酒もさ、順調に。蜂蜜酒ももう作ってますから。で、蜂蜜も、わー、やってるやってる。これ寝る前までに全部終わらせて寝るっていうのがいいね。できる男で、オスグッド。動物なんの？お前。11。あれ、オスグッドさんでしたっけ？お前間違えてねえだろうな。オグデンか、しくったわ。でも、オグデン動物の取り扱い。あんまわかんないね。こんだけさ、ずっと蜂蜜やってんのに。いや、まあ、鳥で、あ、やっぱり移動、これやってくんないんだな、展開。そうそう、腐るぞ、この鎧とか。これ買ってきたんじゃなかった？いや、持ち帰ったんだ。ね。このヘルメはさ、誰だ？近接で戦うやつなんか一人もいねえからいいんだけど。もし、ジャックナーさん寝坊してもいいからさ。よし、待ってくれね。オッケー、ゾロゾロとみんな起きてきた。あ、ジャックナーさん。あれだ、ちょっと睡眠不足で動かしちゃった感じになってたかな。あ、まあまあ足りるか。早めに寝てもいいやな。さあ、これね、もう取り出できたから、次は、まあ、攻められるところかな。それか、何かしか動きがあったらですね。冷蔵庫熱波た、もう、最高じゃない？どうだろう。36度。
あ、オッケーオッケー。もうこれね、絶対耐えられてますわ。熱量マイナス、うひょー、マイナス15だって。え？窓2つつけただけだよ。あれから。まあ、断熱ね、壁の断熱はやっぱ低いけど、多少ね。他の部屋よりいいで。さあ。ね。壁、やっぱ一重じゃさ、半分も発揮しないんだよね、能力の。6でしょ？だから 30% になるとか 27%。あ、30%、60% になるとか 27% だったもんね。やっぱは、ね、扉とかあるから下がってんだろうけど。そういうことなんだよ。なもんで、優秀すぎましたね、これね。だんだん埋まってたな。氷が、マジこうなってくると氷が吹きちゃうな。ここの通路開けたいじゃん。からここか。種はさ、種はこの、ここの、ね、ここにするのか、ここを2列に種にするのか、決めていくか。ここ種にします。で、まあ、食料をさ、これ料理、調理したやつだけど、調理したやつもね、増やすつもりなんだ。氷がどんどん追いやられてくね。で、だから、俺もここもこうしておきたいわけで。あ、リンゴ、あ、リンゴできてるよ！え、リンゴスタックだって、うひょー！リンゴできてました！マジか。あれ、リンゴできてもリンゴ切られてないね。俺の、あれはね、策定通りかな。そうそうそう。もうダメになったら。あ、枯れたらに、変わってるわ。でも枯れたらだと、でもリンゴの種はさ、買えばよくね。なんか、俺たちの、ね、財力で、買わね。だいたいどこでもリンゴの種6個とかさ、売ってるからさ。オッケーオッケー、やったね。そしたらさ、小麦を外に置くとか、そういったことも考えつつやっていこうか。麦か。大麦って最初からこっちなんかな？なるほどね。で、繊維がさ、それなりにあって、俺。で、ここができたら繊維置き場を作ろうと思っていましたが、できたね。お、完璧にできたね。そしたら、屋根もできたし、扉、ねえ、壁壊そうか。で、で、部屋として繋げちゃって、早いね、壊しに来るの。で、空いてるところにいろいろやろうかな。で、棚、そう、棚を置いて、繊維だけ置くようなね、棚を置いて、そろそろ、もう本当にさ、朝がすごいあるから、こうね。こっちもさ、全部、ブワーってこれにしちゃってもいいよね。そんぐらい。2個はこれにしよう。まず。ま、エース。もうなんか、闘志みたいになってくる、エドレットが。これ、並び替えできるようにね、将来的になるといいよね。じゃなかったら、ちょっとじゃあ、次を上にしたかったら、この二人を買い物に行かせてとかしないといけないもんね。あ、この種置きが開いた。どうしよう。あ、ここにさ、冷蔵庫を作る予定だったから、これ扉の下って床できちゃうんだよね。いやー、冷蔵庫作りますか。ここ屋根や、屋根ない方が見やすいけど、屋根あった方がいい。枝ある？だ。じゃあさ、屋根つけるけど、なんか、いい感じの屋根ない？あ、ないんだ、なんか、いい感じの屋根はあるけど、端っこだけはもうね、変えられんのってね、実は。こういう感じ。あ、ね、ここ変えられますけど、ここ変えられます。ここレンガに変えちゃおうか。レンガ使わずともレンガにできるってなんかいい。いいです。
あ、将来的にここの屋根どうこうするって言ってたのも、今だったらできるけどね。余裕でね。さあ、ここどうしよっかな。ここに、種用の冷蔵庫、ほんと、あ、種用の冷蔵庫作るとあっちが湧くか。あーはーん。ただ粘土があるからな。うん。粘土、拾ってこね、うん。そろそろ、あれ、採掘解禁するか？別に縛ってるわけじゃないんだよね。ただ農業に、労力を費やしてるっていうだけで、でも取りに行くんだったら掘っても変わらんのでは？こんな遠くまで、ね。変わらんのでは？どうだ？ところもあるからね。ちょっと掘っちゃおうかな。でも買いたいよな。ここまで来たら、買うだけで済ませたいけど、対象がね。大将が来ないと、できねえもんなぁ。あ、熱波過ぎ去ったね。お、ジャクナミさんが建築やってるなと思ったらやはりだね。さて何をしていくかなんですが、鎧をそろそろ作れた方がいいんだっけ？あ、弁当か。あ、弁当いいね。弁当で、そうだね、弁当やろうか。弁当やって、ここで弁当食べられるんでしょうか。ちょっとまだ武器がいっぱいある。あ、優秀な武器、やってくれてんね。まあ、上質がまだいっぱいあるんだったら、同じの作ってもいいけど。上質以外も、ちょっと立てかけていかないとダメです。ということで、ちょっと3つね、別で、普通のをつけて、作っておきます。整理しないとね、やっぱりね。で、ここ、おー、やべえ。食料やっぱ入れられちゃったわ。ここ、こうにして、生地をね、やります。ここだと腐っちゃうもん。おっと、大将来たね。あ、来た。鎧、武器商人か。あ、もしかしてさ、もう、お前たちでどうにかなるか。俺のじゃない。このジャクナムさんのトークスキルでさ。あ、ここ屋根変えればよかったな、なんか。レンガとかにね。それっぽくなったかな。レンガ持ってないんだけども。レンガも変えるかな。あ、恒例のどっから来たか見よう。わあ、どこにもいないと思ったらもう横にいた。右側から来たのかな？ウォルトさん。あ、群雄の群れ。有効的だって。ちょっと早く走ってくれませんかね？ゆっくり歩くのやめてくれませんか？よし、ジャクナムさん。行くぞ。いや、あいつ、あそこに入ってからがいいな。床があるところで買いたい。行くぜ！さてさて、いろいろちょっと見ていきますんで、お待ちを。はい、ね、あんまりいいの売ってないね。売るもんこんだけ出したんだけど、なんか欲しいもんが一個もなくて、あれって感じ。まあ、鋼のハルシオンはいいけど、もう、上質のね。今さ、あ、買っとく？
今一応やり使いながら剣盾もって感じだもんね。一応買うか。じゃあ。どうしてもいらないそうで、金のやつ、あ、これ欲しいなと思った。この銀のね、片びら結構防御力高くて、いいかなと思ったけど、こんぐらいだよね。他はさ、で、手付けが溶かそうかなって思って、ここ買うしかなくねえぐらいだよね。買う？まあまあだよね、これ。これ買って帰んなら。ああ、なるほどね。じゃあいいか。金属製のはまあまあ。で、これに上質の服は着るかもしれない。で、金属製のはまあまあ、溶かす可能性もあるということで、ね。ちょっと売ったけど、この 2% とかしかないやつね。あ、2% とかしかないやつこそ鉄にした方が良かったか。まあ、いっか。こんぐらいはいいか。で、こんぐらいはいいということで、敵をしちゃいましょう。これ、ジャックナミさん以外もさ、やらせて、スキル上げてもいいんだけど、その意味はねえか。ちゃんとね、ここに置かれるから腐らない。いいね。素晴らしいですね。お、もうできてるできてる。できてるね。じゃ、ここは、これはね、下が中だから、こうでいいか。ただこうにするだけ。何でもいいから乗っけてくれよって感じね。ちょっとかさばってきたからね、武器がね。木製の罠。いや、木製の罠、ここにさ、展開してほしいんで。展開。わかる？え？新しく買ったやつだよ。じゃあ。ここ？でも、お前たちやってくれんの？それ。なんか展開がさ、うまくやってくんないんだよね。あ、そう、あー、なるほど。出てるチームにつけやってみる。え？そこそこ建築高くね？ 19 あるよ。あ、だからやらねえのかな、これ。エドレッドが20になるまで、20とかなのかな、必要なの。20だって。あ。なるほどね。じゃあ、エドレッドさんが情熱あるから、まあ、上がるだろうということで、エドレッド待ちだな、これ。なるほどね。で、まあ、対象用のここもね、すげえうまくいくことが分かったし、買い物行っても、ね、みんなが来ても、ね、売りに来ても、なかなかね、機能してきたんじゃないかな。次は戦闘になるんじゃないかなと思ってます。アイドレットがね、22ソース上がるね。で、ここでね、蜂蜜も大量にできてるし、まあまあ、うわ、うえやー、置かせねえのかな。木材ないんだ。恐ろしいね、この収穫量がすごすぎて、ちょっと収納が足りないんで、次回までにその収納をね、ちょっと木切らせて、なんとかしておきます。いや、結構さ、近場の木はもう切ってんだよね。ね。だからさ、もう、いろいろ切るしかないね。ここら辺も切るかい？こうやって。で、全員、ちょっとね、緊急タスクで、植物を切るを入れておきたいところ。植物切る、どれ？これか。あ、みんな高いね。オッケーオッケー、これは大丈夫だ。あ、あれの時にあげたのかも。ね。悪夢を作る。いいんだよ。研究メインいいんだけど。他のやつらは全員木切るかな、これで。まあ、そんな感じで、木を切りまくって収納、やべえぜ、収穫がひどい。ちょっと待ってくれ。冷蔵庫も拡張しないとダメかもしれないね、これね。全部棚にしても3倍になるだけだよ。で、氷が邪魔じゃん。氷入れる場所ないじゃん、俺。やばいです。ちょっと木以外の建材があればいいんだけど、木以外の建材があればここにさ、撒いた種と、ね、薬の冷蔵庫を作るんだけど、あ、もうじゃあ解禁しましょう。粘土掘り解禁します、もう。
誰に貸すの？みんな得意なの。みんなすっげえ得意なんだけど。ああ、雑用係、今必要ないから、でしょうがないね。ここの粘土取ってもちょっとね、冷蔵庫作ります。2年目にしてとうとうね、粘土掘りを解禁してしまうとはね。もうこれ、足りんしょ。じゃあまあこんな感じ、木を切って粘土掘って、ちょっとね、早急に保管を拡充したいと思います。それじゃあ、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はね、大幅な拡張ができていることを祈っております。では、また。